はい、2日目です、今日はカフェに行こうか SCAJ に行こうか迷ってるんですけど、その前に、取材が入っているので、9時くらいからねちょっと行っていきたいと思います。はい、というわけで今から取材受けに行きます。ちょうどねその取材場所の、カフェの店員さんに今すれ違いました。苦いけど、はい、飲みにくいってことはなくて、すごくクリアで、はあとえぐみがない。なるほど。コーヒーの味でちょっと僕が嫌いじゃないんですけど、はい、そんな突き詰められてないので、はっきりここがこう美味しい、こう美味しいっていうのに出会ったことがないんですよ、うん、つまりはどういうことなのかな。はい、だコーヒーを要は分かりたいということです。そうですね、どういうものなのか、はい、そう、そもそもそう、はい、コーヒーっていうものがどういうものなのかなって、どういう味を持っているものなのかなっていうのが、うん、まだ日本中に知られてないんですよ、ね、うん、そんなに僕がそうです、はい、なので、はい、僕のコーヒーへの入りとしては、はい、最初に要はさっき話したような浅入りで、はい、フルーティーさですとか酸味ですとか、はい、その辺の豆のもともと本来持っている個性が分かりやすいコーヒーをまず飲んで、はい、浅入りという、はい、で、まあ、酸味が苦手であれば、まあ、省いていただいても別にいいんですけど、うん、こんだけ違うんだな、ベースがこんだけ違うんだなって分かった上で、じゃあ、俺はもうちょっと酸味を抑えて深入りのちょっと苦いコク深いのが好きだから、あ、なるほど、この豆をもうちょっと深くしてみよう、そしたらどうなるかなっていう豆の選び方がだんだん分かってくるんですよね。なるほどなるほど。この豆はどういう味だっていうのをベースに考えれば、ある程度やっぱり深入りになってくるとどうしても似通ってはくるんですけど、はいはい、フルーティーさが消えてくるし、はいはい、もともと持ってる個性が失われていって、逆にこの別のいい面も出てくる、まあ、焙煎によって後から生まれてくるんですけど、だからどっちかって言ったら浅入りから始めた方が分かりやすいと思います。苦手でなければ。なるほど。どうしても酸っぱいコーヒーが苦手でっていう人が結構多いじゃないですか。だったら深入りにしてしまえば酸味はどうしても絶対なくなってくるので、はい、まあちょっと注意点として、はい、やっぱり新しくない豆、古い豆、酸化した豆になってしまうと、酸化による酸味、劣化酸化による酸味が生まれてきて、あと、はい、そうするとえぐみも出てきたり、雑味とか、もともと持てる香りは抜けて、はい、嫌な酸味とかがプラスされていって、もうどぎついコーヒーになってしまうので、そういうのを飲んだ方が、コーヒーって、なんか苦くて酸っぱくてダメみたいな、ぐちゃぐちゃで嫌いっていう人が結構多いんで、だそういうのでコーヒーを嫌ってる人は多いんじゃないかなって思います。なるほど。でも、もう特に我々僕も36なんですけど、はい、我々小さい時に飲むコーヒーなんて、はい、もう例えば家のコーヒーとか、はい、そうですけど、ふるさとかなんて意識した覚えなくないですし、うんうん、親もちょっとそうですし、多分そこの要素が日本今ぽっかり抜けてるんですよね。どうしてもカフェのおしゃれさだったりだとか、こだわりの焙煎がとか、はい、そこに焦点が当たってしまって、うんうん、焙煎された後焼いた豆の鮮度、豆はそもそも新しいの、香りはあるの、味はあるのっていうところがぽっかり地味なところなんで、はあ、結構抜けてるんですよね。メディアとか、ごめんなさい、メディアの人に言うのは、ね、いや多分わかります、はい、まあだし、まあ、逆を返せばそうやってアピールするのもやっぱ分かりやすいっていうのがあると思うんですよ。そのおしゃれな雰囲気っていうのもお店としては多分アピールしやすいし、コーヒー始めようと思った人が あそこのお店何々コーヒーって言ってるから、何々コーヒー店って銘打ってるから、あ、じゃああそこに行けば美味しいコーヒーが飲めるみたいな信頼があるじゃないですか、はいはいはい、だけどそうじゃあんまり美味しく新しい豆がないことが結構多いんですよ、うんうん、鮮度なんて、だって店では意識しないですからね。そうですよね、うん、賞味期限2週間っていう意識はマジでないですから、そうです
ね、特に一人暮らしとかだったらずっと置いてるじゃないですか。です、ね、特に豆と粉ってあんまり区別されてないじゃないですか、はい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 、うちに見るなんてないから粉買いましたっていう場合が結構多くて、はいはい、で特に粉って引いてある、もともとそう置いてある粉とかやってくると、うんうん、もう本当に豆ってすぐ悪くなってしまうので、あ、この最低1ヶ月できれば2週間っていうのは豆です。豆、豆です。もう粉で、粉に引いてしまったらもう1日ですね。なるほどなるほど。1日で、あのガスが抜けてしまうから、はいはい、ガスと香りが酸化なんですか。要は表面積が広がってしまうから、はいはいはい、まずは、香りと、はい、あとはガスが抜ける、香りガスが抜ける、はい、空気によって酸化、劣化してしまう、なるほど、から膨らまない、ガスが抜けてるから膨らまない、ガスで膨らむんです、あれで焙煎で生まれたガスです、うんうん、いや、シングルオリジンとかもないから、はい、言葉としては聞いたことあったんですけど、あ、そうですよね、もうそもそもブレンドとね、はい、そういう関係性っていうのも全くイメージしてなかったです。多分、ブレンドコーヒーっていうのが多分みんな知ってる、はい、あの名前ですよね、はい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 、でブレンドコーヒーを形作ってるのはストレートコーヒーっていうものなんです、はいはいはい、要はエチオピアとかタンザニアとか、あの一つの銘柄をさらに細かく分けていくとシングルオリジンになります、うんうんうん、ブレンド、ストレートコーヒー、シングルオリジン、うんうん、ストレートコーヒーの細かい区分がシングルオリジン、はい、つまりストレートコーヒーって、どこどこの、そう、だいたい地域とか国とかでまとめられてるんですよ、はいはいはい、呼び方とか、はい、エチオピアだったらエチオピアのもういろんな産地があるわけで、はい、その中からまとめてワインのボルボーだと、そう、まあ、そんな違いような、はい、なんかこうそれぞれの農園の個性とかわからないんですよね。あ、銘柄的にはどこどこの、そこにトレーサビリティをちゃんと意識してるわけではないので、ああ、なるほどなるほど、要はだからお店で売るときにエチオピア、タンザニア、コロンビアって置くしかないときがある。でそこをあの明確にしたのがシングルオリジンっていうのを明確にしたのがスペシャルティーコーヒーっていう、あ、まあ、シングルオリジン置いてる店でもそこまで明記しない、はい、ちゃんといい豆、だトレーサビリティしっかりしてる豆使ってるけどコロンビアとかしか入ってないところもあるにはあるんですよね、うんうんうん、難しい多分一記事にまとまんないですよ。ほとんどこれ多分僕が動画にするんで喋ったことを、あ、見ときます、いつ上がるんですかこれ、いつにしましょうなんか初心者の人が、はい、ここなんかいろいろカフェとか行かれると思うんですけど、はい、どういうところ、例えば店内にこういうところを見るといいよとか、はい、そういうところがあると何か分かりやすいかね。道具で見るのはなかなか難しいかもしれないですね。あ、多分先ほど言われたのがそもそもで、あの美味しいコーヒーに出会えない人が多分いっぱいいると思うんです。コーヒーが分かんない。そうなんですよ。で僕 YouTube やるときに、はい、最近もう通販にぶん投げてるんですよ。お店とかだと実店舗だと分かりづらいから、はいはい、もう通販で、あの今あのやってるとこかなり多いんで、美味しいコーヒー新しい豆ですって言って売ってくれるとこかなり多いんで、もう全国どこにいても買えますよみたいになって、もうあちこち歩き回って失敗したって落ち込むよりも通販やった方が早いですよぐらいの感じは言ってるんですけど、さすがにそれまずいですね通販だともう行かなくていいって言わないカフェの見つけ方ですからねトレーサビリティがある程度分かること、はい、ブレンドとか置いてあったりしても全然良くて、要はストレートコーヒーが置いてあってそれがシングルオリジンであるかどうか、はい、まあ、シングルオリジンとまで行かなくてもある程度の、例えばエチオピアだったら、うん、イルガチェフェとかまで分かるかとか、じゃあ地名です、そのそうです、ね、地区名書いてなかったらダメってわけじゃないです、書いてあるのが分かりやすいかも。なるほどなるほど。これは何ですかね。これ、モカチーズケーキです。モカチーズケーキ、エスプレッソを使用した濃厚で滑らかな舌触りのチーズケーキ、チーズケーキちょうどチーズケーキが大好きなんで、ああそうなんですか、それは良かったです。このチーズケーキは今回のエスプレッソとコーヒーのリキュールも入ってるんですか。はい、
クリームチーズの2種類を使っていて結構こだわっているので、ぜひ。いただきます。そうですね、あの、うん。うん。いい感じですか。うん。あ、あやべえ、俺噛む。その食感が重たい。あ、そうなんですね。食べ応えのあるチーズケーキ。はい、じゃあ、笑顔で。はい。よろしくお願いします。はい。どうも。はい。はい。いい感じ。4年ぶりです。4年前にあの僕があの SCAJ 違うな、YouTube スペースのイベントに来た時にあの堀口コーヒーの世田谷店に寄ったんですけど、その時に、はい、あの対応してくださった店員さんです。合わせたペアリングのチーズケーキに合う、はい、9番です。あ、コーヒーを僕がその美味しいって感動して始めた時にどうやったらいいのっていうのが分かんなかったんですね。で調べたんですけど、本とかってあの写真1枚とか文章とかじゃないですか。どうやってんのって実際分かんなくて、豆の引き加減とか写真であるけど実際見ないと分かんないじゃないですか。で、そう思ってネットで探したんですよね。動画とかないかなと思って、そしたら何にもなくて、で多分僕と同じような状況に陥ってる人いっぱいいるんじゃないかなと思って、だったらもうその時全然機材なかったですけど、高校生だし何にもなかったんですけど、もう iPhone で撮って豆を引くところから入れるところまで飲むまで一連の工程をこうまとめて動画にしたら、まあ、始めた人が分かりやすいんじゃないかなって、ある程度のイメージが湧くじゃないかなと思って1本目を上げたんですよね。でその時は別に YouTuber になる気は一切なくて、単純にこうコーヒーの情報を1本ポンと上げたかっただけなんですよ。でその後に1年とか経ってから、あ、じゃあちょっとやってみようかな、もっとコーヒーのネタとかいっぱいあるし、コーヒーもっと知ってほしいし、もう僕がその時にどんどん勉強してたとこだったんで、もうその工程を自分がこういう風にコーヒーの道を辿ってますよっていうのをもう一個の動画にしちゃおうで始めました。ハウトゥー動画を、そう、ハウトゥー動画を上げて、でコーヒーを、ただ単にコーヒーを知ってほしい、僕は一切、はい、映りたくなかったんですけど、はいはい、とりあえずコーヒーを知ってほしい、じゃあどうしたらいい、再生回数を得るためには多分 YouTuber としてなんかこう顔出しをして、当時まだ顔出し珍しかったので、今ほどなくて、コーヒーのためになるんだったら自分のなんかこう要素多少でも使って喋りも入れて分かりやすく美味しさが伝わるようにしようかなっていうので、顔出し YouTuber になりました。で最初はこのハウトゥー動画だったんで、ちょっとためになりますとか、はい、そっち系のコメントが来るのかなと思ったんですけど、はい、顔出しやっぱ始めてから、はい、この人めっちゃ美味しそうにコーヒー飲んでるとかじゃあ自分もやってみたいって言ってくれる人が多くて、こんなに美味しいんだったらちょっとやってみようかなとか、うん、楽しそうだなとか、やっぱそっちだなって自分でも思ったんですよ。やっぱコーヒーって楽しいもんだから、楽しいの気軽に誰でも楽しく美味しくやっていこうよみたいな感じのスタンスで今やってます。気軽に膨らんだ時感動しますよね。最初僕もそうだったんですけど、なんでちょっとだけしか膨らんだことがないんですよ、あれをしたい、あれをしたい、入れてる感っていうか、うわドームだあれってどうなんですか、膨らんなかった場合って、はい、もうその時点でダメって感じなんですか。膨らまないっていう声は結構あるんですけども、質問で視聴者さんからも、絶対に古いから膨らまないってわけじゃなくて、古いとまあ膨らまないは膨らまないんですけども、はい、膨らまない理由がいくつかあって、はい、まずは温度が低いこと、豆に対するこう反応っていうか
がちょっと緩やかなんで、そこまでこう一気にこうガスが放出されないからブカーッとは膨らまないっていうのと、お湯ですね、お湯、ま、あのドリップのお湯だいたい80から90とかで入れるんですけど、あまりにも低温だったりするとちょっと緩やかなんで、まあ、そうすると味がまろやかになって、別に悪いってわけじゃないんですけど、見てわかる変化はお湯の温度と、あとは焙煎度、豆って生豆じゃないですか、火を入れていくと水分飛んで軽くなっていくんですよ。そうすると軽い方がドームが膨らむんですよ、ガーッて。重いとアサギとかだと水分含んでて重たいからちょっと緩やかなんですよ、ドクーッとはいかない。だからちょっと分かりやすいのは深入りかもしれないです。使う豆の量とかにもよるんですけど、あとは引き加減とか、豆の引き加減もいろいろあって、エスプレッソとかだとめっちゃ細かいじゃないですか。で、ドリップだとちょっと粗いんですけど、ドリップでも粗めだったりすると、やっぱ一つ一つが 重いから、ちょっと膨らみ方に癖があったり、ただ細かすぎると、あまりにも急激すぎて、なんかこう、最初にできっちゃって、あとがパシャパシャになっちゃうみたいな時とかもありますし、だから最近のコーヒー屋さんとかだと、まあ、場所にもよるけど、はい、もうドームは気にしないっていうところも結構増えてますね、今だったら。もう最初からもう崩しちゃって、はい、もうなんだったら混ぜちゃって、攪拌しちゃって、はい、もうさっと落とすみたいな、そういう手法もあります。本質的には、僕ら膨らめば膨らむほどいい。そうですね。あ、そうなんだ、なるほど、はい、膨らめばいいってもんでもない。ただまあ一緒の目安にはなるし、楽しいし、膨らま、絶対膨らまないからこうがっかりってわけでもないです。そんなこと教えてくれる人もいないから、でメディアとかもそんなないし、結局詳しそうな人から教わる、いやでも詳しい人って厳しいんじゃないのとか、敷居高いんじゃないのとか、バカにされるんじゃないかとか、結構カフェ感じてる人多いんで、僕も昔はそうだったんですけど、実際やってみたらそんなやってしまえば誰でもできる、ある程度はですけど、ね、プロはもちろんいますけど。ありがとうございました。師匠のお店に深入りのコーヒーとかスペシャルティーコーヒーがあったりとかして、でそこに奥さんが作ってくれたね、美味しいケーキがあるんですけど、それを思い出しました。深入りコーヒーにちょっとコクのある感じのケーキ、めっちゃうまい。この飲み応え、食べ応え、久しぶりだな。はい、というわけで取材終わりました。久しぶりのね、堀口コーヒーさんでした。豆ももらったんで、家帰ったら入れたいと思います。